こんにちは、ドラゴンマロのビセクト。どうも皆さん、ドラゴンマロです。ぜひチャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ということで、本日も YouTube2024 ボールやっていきたいなと思うんですけども、今回はですね、はい、自分自身こんな動画初めてなんですけれども、巷で話題になっている、あのことについて話していきたいかなと思います。まあ正直ね、自分自身この話題が若干グレーゾーンの話題だなというふうに感じていたので、あまり触れないようにしてきたんですけども、自分自身ね、もう3ヶ月前にはなるんですけども、無課金でディビジョン1達成したと、ずっと1年間無課金でディビジョン1に達成するというね、無課金のうちディビジョン1の道という企画をやってきた身でありますので、コメント欄でね、たまに来るんですよ。DM だったりとかで、ドラゴンマロさん、エフェクト信じてますかとか、そういったね、コメントあるんですけども、自分自身ね、イフトの前ですね、もうウイレアプリサービス次の日からずっと7年間ほぼ毎日やってきた身でありますので、もうユーザー歴7年としてエフェクトについては確固たる考えがありますので、それについてね、今回ははっきりと喋っていけたらなと思います。ではね、早速エフェクトについて少し話していきたいかなと思うんですけども、まあ、正直まずエフェクトがあるかないかとか、そういうことを話していく前に、エフェクトとは何ぞやと、まあ、よく耳にはするけど、実際なんだろうっていう人のね、ためにね、簡単に話していきますと、エフェクトっていうのはま、そもそも英語のま、言葉なんですけども、エフェクトを日本語訳にすると、ま、普通に影響とか、効果とか、そういった意味があります。まあ、そのまんまで、イフトにおけるエフェクトっていうのは、本当に簡単に言うと、ハイ課金スカットと無課金スカットが対戦した時に、無課金スカットに能力上昇の効果がかかっているというような考えですね。であったりとか、ディビジョン1とディビジョン3が戦った時に、PS 実力差を埋めるために、ディビジョン3の方に能力上昇がかかっているんじゃないかというような考えが、エフェクトでございます。まあ、簡単に言うとこうですね。はい、ということでね、こんな風に簡単にでありますが、エフェクトについて説明させていただきました。では、早速本題ですね。エフェクトがあるのかどうかについてなんですけども、まず一つ言いたいのは、しっかりと理由を聞いてほしいです。エフェクトあるのかないのか自分は言いますけども、それを聞いた時にもすぐにね、まあなんかコメントに、エフェクトはあるだろうとか、エフェクトないだろうとか書くんじゃなくて、しっかりと最後まで理由を聞いてほしいです。ということで、ユーザー歴7年の私、ドラゴンワローが、エフェクトあるのかないのか、どう思ってるのかについて、ドラゴンワローは、エフェクトは、コナミに一切のメリットがないので、ないと思います。だって、それはそうじゃない？今までさ、もう課金してきた人ってたくさんいると思うんだよ。もうイフトから始めた人はね、正直エピックとか、まあショータイムとか上限あるから、かなりね、良心的なゲームだなと思ってるかもしんないけど、もともとウイレの時って1回のガチャ250コインだったからね。しかも黒玉の確率めっちゃ低いし、そもそも FP とか通常とかしかない。もうそんな時よ。FP だって毎回被るし、アイコニックとかもなかったし、最初の方。一回のガチャ250かかって、全然コインももらえない。みんな課金するしかないのよ、クルタマ集めるんだったら。そんな時から課金してる人とかがさ、もし今の環境のイフトにしてエフェクトがあったとして、やるかな？やらないよね。みんなやめちゃうよね。本当にやめると思うよ、みんな。そんな、そもそも昔から課金してる人なんて、そんなゲームを楽しむためにやってるから、もう今までこれまでこんなに課金してきちゃったから、もう今更やめれないとかいう人いないと思う。そういったさ、大事な大事なユーザーをコナミが捨てるようなことはしないと思いますね。というのがビジネス的な考えです。はい。まあ、それで顧客を失わないようにするために、そんなエフェクトのような仕様は作らないというのがビジネス的な考えです。では、次に実際のね、まあ、プレイ歴というか、まあ、7年間ゲームやってきての自分の考えを言います。エフェクトは、みんなが、課金選手が無課金選手よりも圧倒的に強いという風な考えのもと出来上がった妄想だと思いますね。だからないと思います。実際プレイ的にもないと思う。うん、なんでかっていうと、みんなね、課金選手に圧倒的に、まあ強さがある。もう無課金とか、なんか使ってる、まあ習慣とか通常よりも圧倒的に能力が差あると思ってるでしょ。そんなことねえからな、実際。もう無課金でディビジョン1やって、もう今正直もう初めて課金したよ、3ヶ月前に。もう余裕でディビジョン1行ったよ、正直。レッドだってね、もう1900後半とか余裕で行くし、2000くらいも行くよ。でも、それはね、多分俺が課金したからじゃなくて、今のマッチング制度がレートに差ある。まあ、順位に差ある人ともめちゃめちゃマッチングするようになったからだと俺は思ってる。だから今もし俺が無課金のうちディビジョン1のうち始めたら、もう余裕で一瞬でディビジョン1行ってたと思いますね。
はい。まあ、じゃあ、こっからちょっとね、能力に説明していきたいと思うんだけど、みんなね、課金選手がね、すごい強いと思いすぎ。じゃあ、これの画像を見てください。はい。こちらがね、デリクトなんですけども、まあ、正直、このデリクト、ハロウィンの配布デリクトがめちゃめちゃね、エフェクトあるよって言われてると思うんだけど、よーく見てみると、ディフェンス能力、96、92、92、92あるし、別にスピードも80あるんだよ。で、瞬発力65って低いじゃん。確かに低い。低いけど、65はあるんだよ。そう。これが多分みんなね、感覚間違ってる。40とか30とか20じゃないのよ。白玉選手じゃないの。銅玉選手レベルじゃないのよ。別に65はあるのよ、瞬発力。そしたらさ、最初のポジショニングとかで全然あると思う。だってメッシがセリアに勝つことだってあんじゃん、身長高い選手に。ネイマールが勝つことだってあるでしょ、全然。そういうことよ。ポジショニングとか、その時の落下地点の入り方とかで全然ボールに追いついたり、セリアに勝ったりとかするゲームなわけ。ウイレとか、イクトって昔から。別に、今には始まったことじゃないの。ただ、最近ユーザーが増えて、すごいランキングとかディビジョンとかがレーティングだけじゃなくて、順位もイクトになって出ることによって、なったことによって、かなりね、上の順位を目指す人が増えた結果、そうやってね、例えば無課金に負けたりとか、まあ能力に圧倒的な差ある課金者が増えたことによって、無課金選手に負ける機会っていうのがもう相対的に増えたから、そのように感じる、そんな考えがすごい聞こえることになっただけであって、別にこういった現象は昔からあったんだよね。全然あった。だって実際アイコニックの軍団にさ、無課金の軍団が勝つことなんて全然あったと思うよ。まあね、それは昔の習慣がかなり強かったっていうのもあるかもしれない。それはあるかもしれないんだけど、それでもね、別に昔からそんな能力が強いからって言って、能力低い選手たちが集まった11人の方が弱いっていうことはなかった、別に。そこまで絶対に勝敗が最初からメンバーで決まってたわけじゃないしね。だから、そんなに別に変わんないと思う。負けることなんて実際にあるし、全然もしかしたら相手のコンディションが絶好調だったのかもしんないじゃん。だからね、みんなね、その課金選手たちの能力を大きく捉えすぎなんだよ。こちらがね、アラオホの画像なんだけど、このアラオホの画像を見たら分かる通りさ、めちゃめちゃ強いじゃん。しかも実際にこのアラオホはさ、B 固定だからこの能力から落ちることないのよ。この能力から絶対に下になることはないの。この能力から。でも、この能力から上がることあるじゃん。一緒なのよ。ディリフトも、この絶好調になった時に、この能力から上がることはあんのよ。落ちるときはみんな使わないじゃん、そもそも。だからもしかしたらこのディリクトをみんなが使ってるときは、かなり向上だったりは絶好調の時かもしれない。そうしたらディフェンスセンスとかもいろいろ上がってくるし、ポジショニングも良くなってくるし、スピード瞬発も速くなってくる。そんな風にね、能力をね、少しね、初期能力っていうのをみんなね、過大評価しすぎなのかもしれない。その上でね、より上の順位を目指す人が増えたことによって、最近エフェクトっていうね、考えの声がすごい大きくなったかもしれないね。でもね、今まで説明してきた上でもまだ全然ね、自分の考え持ってる人はいると思う。いや、絶対にエフェクトはある。あれおかしかったとか、それはね、通信状況の問題かもしれないね。これについては7年間ずっとアプリやってきたけど、思う。最近かなり思う。通信状況のね、すごいアンテナがさ、5段階で表示されるけど、全然当てにならないっていうのね、わかります。めちゃめちゃわかる。だからね、5個のアンテナを全部数値にしちゃえばいいんだと思う。数値にして、全部毎回毎回マッチングの時に、安定度をね、数字としてね、100段階とかで出した方がいいと思うよ。そしたらね、コナミかなり、こんなエフェクトとかいう考えでないんじゃなくて、通信状況悪い時はみんなやらなくなるから。全然。そういう時の方がね、まんべんなくユーザーが時間帯にばらけて、重くなったりすることなくなると思うから、そしたらね、多分能力通りの、すごい、まあ、動きになってくれると思う。ただね、まあ、それでもやっぱね、エフェクトっていう声は続いていくと思うんだけど、それは多分ね、能力をね、過大評価しすぎなんじゃないかなって思うね。で、そしたら、能力高い選手じゃなかったら課金する必要ないじゃんとか言うと思うんだけど、でも実際に能力の差は感じるじゃん。例えばさ、スピシュンとかフィジコンとかさ、ドリブル数値とかさ、これめっちゃヌメヌメドリブルするなとか、めっちゃ足速いな、体強いなとかあるじゃん。そういうのは実際感じると思うんだけど、その能力の差を過大に評価しすぎなんじゃないかなって思うね。はい、ということでね、7年間イフトウイレやってきた自分がね、エフェクトについて話してきましたが、まあエフェクトはね、本当にね、まあコナミにメリットはないからやってないんじゃないかなと思うもね、まあ正直ね、エフェクトがあるかないかっていうのはコナミ聞かないとわかんないけど、まあ普通にだってめっちゃさ、追求されるっしょ。いや、それはないわコナミってみんなに言われると思うよ。だから多分ね、作ってないと思う。まあね、最近思うのは、エフェクト動向よりもすごい勝敗に関して過敏になってる人が多いかなって思うね。まあ正直その
さ、一生いっぱいで人生がさ、もう台無しになるわけじゃないしさ。まあ、そんなこと言ったらさ、いや別にじゃあゲームなんか勝ち負けにこだわってるからとこそ楽しいんじゃんと言うと、もうそれはそうなんだけど、まあ、たかがゲームっていう考えをね、もうみんな持っていただけたらなと思うね。別にそのゲームで稼いでる人なんて一握りなわけだし、それによって生涯ね、将来がどうなるかとか変更されるわけじゃないんだけどさ、まあ、みんなゲーム、サッカーゲーム楽しませてもらってるものとしてさ、まあ、そこら辺多めに見ていきましょうよ。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。こんな風にね、いい人、まあ、今日はね、ちょっとかなり熱くなってしまいましたが、全力で、ね、楽しみながら動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、あずでした。